高等師範学校、高等師範学校、高等師範学校は近代の日本に存在した教員養成機関の種別の一つで中等学校教員の養成にあたったものを言い、一般には講師、講師と略される。高等師範学校は明治中期から連合国軍、占領期にかけて各地に存在し、管理の高等師範学校として最終的には 東京高等師範学校、広島高等師範学校、金沢高等師範学校、岡崎高等師範学校の4校が設けられ、制度上、女子高等師範学校である、東京女子高等師範学校、奈良女子高等師範学校、広島女子高等師範学校の3校は区別される。これに準ずる機関として、私立の旧正大学に設置された、高等師範部、 高等師範科がある。第二次世界大戦後の学生改革では、新生大学、大ね教育学部の母体となった。学校制度としての高等師範学校の起源は1875年、明治8年8月の東京師範学校における中学師範学科の設置に遡る。1872年交付の学生において、中学校教員は、 大学での免状を有するものと規定されていたが、この時点で最高学府としての大学は存在していなかった。しかし同時に小学校の家庭を終えて、中学校に進学するものが増加しており、中学校教員の社会的需要は増大していた。このため、東京市範学校に中学校教員の養成学科である修行年限2年の中学市範学科が初めて設置され、 小学師範学科、小学校教員の養成学科の学科目に、得て英語が教授されるなど、より程度の高い学科目が課せられることになった。明治10年代後半に入ると、主として、小学校教員の養成を担う、各府県立師範学校が整備されるようになり、管理図である、東京師範学校は、次第にその重心を、中学師範学科に移していくことになった。また、 いくつかの不県立市販学校では、中学市販学科を設置したものの維持の困難さから、全次廃止に追い込まったため、結果として、中等教員の要請は、東京市販学校に集中していくこととなったのである。このことは、学生交付当初には大学によって担われるものと、規定されていた、中等教員の育成が、その後高等市販学校に改祖される管理図。 東京師範学校に代行させるという方針転換がなされたことを意味し、大学が整備されるようになって、以降も講師が中等教員育成の本流とみなされる風潮が待っていった。1878年と1883年の東京師範学校での規則改正を通じ、中学師範学科は小学師範学科とは、 完全に区別された学科制度として整備されることとなった。1886年4月の市販、学校令において、高等市販学校は、尋常市販学校、後市販学校と会消の校長、教員の要請を主な任務とする学校として、初めて制度化され、最初の高等市販学校にはこの時点で、唯一の官立市販学校たる、 東京師範学校が改組、重当されることとなり、国費により運営されることが定められた。同時に、文部省令として、高等師範学校の学科及びその程度、生徒募集規則、卒業生含む規定も定められ、高等師範学校の男子師範学科、後の本科では、尋常師範学校卒業を入学資格として、おさむ年限三年とした女子師範学科については、 女子高等師範学校3省ほか、卒業後の教職服務年限を10年と規定し、これ以降高等師範学校は、政府、文部省、文部大臣の強力な統制下に置かれることになった。1894年制定の高等師範学校規定、井上岳氏が制定に関与したとされるでは、講師における中等学校教員要請の任務がより拡張され、 そのための制度などが定められ、これに基づき1897年10月交付の市販教育令では、講師の基本的性格は市販学校令の規定を基本的に継承しつつも、市販学校のみならず尋常中学校、高等女学校など広く中等学校の教員育成にあたものと位置づけられた。日清戦争前後のこの時期は、 帝国大学をはじめとする他の高等教育機関の整備が進みつつあったが、これらの高等教育機関でも中等教員の要請が行われるようになったため、講師廃止論など高等師範学校の性格を根本的に問う世論も台頭しつつあった。こうした状況を背景に制定された高等師範学校規定は講師における中等教員要請の任務を再確認する意味を持ち、 同時期に制定された中等教員の免許規則においても、講師卒業生が中等教員の本体と規定されることとなった。市範学校令で規定された生徒への学費支給制度について、自費入学を初めて認める一方で、基本的には支給制を維持し、1903年の含む規定改正において、学費支給の程度に応じて卒業後それぞれ否、 教職含むを定めた。これにより講師は貧困層出身の優秀な指定を生徒として吸収することに成功し、彼らに卒業後長期間の復職を義務、図け国家主義的教育の忠実な担い手とする結果を生んだのでや、講師の学校組織については戦術の高等、市販学校規定制定以降、幾度かの改正を経て1903年までに、予科、本科、研究科の設置と、 本科、修行年限3年における分離に囲ぶ、国語漢文、英語、地理史、理科数学、博物学の学科構成が定着し、1911年以降、講師卒業生を対象とする過程として設置が認められた、専攻科は、後に講師が大学昇格を目指す制度的基礎となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。